はい、どんちゃー、ササヤンです。本日もニュースを続いていきましょう。今日前半の話題は、昨日のサンデーモーニングでまたも青木理氏がやってくれました。日韓関係を改善することが合理的なのに、それを保守派が阻止していると。もうあなたはチョンワデで報道官でもやってなさいってお話と、後半は辛坊治郎がやばいです、相当やばい話になっております。ツイッターで暴言連発、もはや橋本徹と瓜二つと言えるほど太陽光発電絡みでぶっ壊れておりまして、今日はその過激発言の一部始終をお伝えします。僕の喋りを聞いて目のつけとか、いいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは青木理の韓国ラブリーな話題から。スポニチアネックスより、見出しがですね、青木治氏、日韓関係に試験、日韓が連携することの大切さっていうのは誰が考えても一番合理的だと、ということで本文を抜粋して読んでいきましょう。ジャーナリストの青木氏は3日サンデーモーニングに出演、日韓関係について言及した番組では、岸田首相がスペインのマドリードで元徴用工問題などを抱える日韓関係について健全な関係に戻すべく、日本の一貫した立場に基づき、ユン大統領をはじめ韓国側と緊密に意思疎通を図りたいと記者団に述べたことを伝えた。これは例の NATO 首脳会議の模様ですけれども、そもそも韓国はウクライナ侵攻が始まってからの間、何か積極的に動いていたんでしょうかね。ゼレンスキーの演説も、韓国の会場はね、人がまばらだったですし、ムン・ジェインが西側に積極的に何かを働きかけた様子もないですし、 NATO の集まりに韓国を連れて行ってもですね、またコウモリ外交で終わっちゃうんじゃねえのってね、そう思うのは僕だけではないはずです。そしてバイデン大統領を加えた3カ国の首脳会談は約5年ぶりに実現したが、日韓会談が見送られたことに、青木氏はどちらかというとユンさんの方が積極的というか、宗派を送ってきたんだけれども、日本側が参院選前ってこともあるし、保守派なんかの反発も考えて、韓国側にボールがあるというような立場で、日本側が拒否したっていう色合いが強いっていう風に報じられているんですよねと言い、前にこの番組で申し上げましたが、米国は日米韓の連携を強めるために日韓をなんとかくっつけようとしているんです、ところが日本側が保守派の反発が強いということでうまくいかないんですけれども、と持論を展開。はいはい、ストップストップです。さすが元共同ソウル支局の特派員さんです。あなたはいつも韓国の味方なんですけれども、でもね、日本語の使い方っていうのを間違えてはいけませんよ。韓国の大統領が送ってるのは宗派じゃなくてね、執念ですよ。まるでミスターマリックがですね、ハンドパワーでも送るかのようにですね、彼らは付きまとった挙句、しかも下交渉もせずにですね、トップダウンで何かをやろうとしております。でも下交渉をしていないというのがあだとなってですね、後々あだとなって、後から国民の同意を得ていないとかなんとか言って、ちゃぶ台をひっくり返すまでがですね、彼らのお家芸なので、そんな会談お断りですと。で、青木氏は冷静に考えてもらいたいんですけども、例えば中国と向き合うにしても、北と向き合うにしても、あるいはロシアと向き合うにしても、この東アジア地域で自由とか民主主義とかっていう価値観を共有している国は、台湾を除けば韓国しかないわけですよ。その日韓が歴史問題でいがみ合ってると。だから青木さんね、ソウル滞在が長すぎて日本語間違えちゃってるんでしょうかね。日韓が歴史問題でいがみ合ってるじゃなくてですね、韓国が歴史問題をぶり返してると、何回言えばわかるのか、ざれ言はおやめください、X という感じですよと。で、米国だってこれからどうなるかわからないっていう中で、やっぱり日韓が連携することの大切さっていうのが誰が考えても一番合理的だと思うんです。もちろん韓国には韓国の言い分があり、日本には日本の言い分があるんだけれども、それを1965年の国交正常化の時にある種うやむやにしていたものが今吹き出しているわけですから。言うよね、青木理さん、本当言うよね。それを乗り越える双方の政治意思と政治判断で日韓関係を打開しないと良くならないんです。だから韓国側ももちろんですけども、日本側も政治的意思で乗り越えてほしいなと、日韓関係立て直してほしいなっていうふうに強く思いますよねと、自身の考えを述べました。おしまい。ということで、青木理さんは全く筋違いのことを言ってるんですよ。ユン大統領になって日韓関係の改善の兆しがとかって言ってるそばからですね、竹島周辺で海洋調査をやっていたじゃないですか。しかもですね、大統領就任式当日、林大臣が訪韓してる際にですよ、こんなバカなことってありますか。で、さらにですね、一部の親韓派の連中は、あれはムンジェインの残党が仕組んだことでね、ユン氏は関与していないとか言ってね、日本国民をなだめていたんだけども、そんな擁護は嘘、
800で、大統領就任式から3週間も経たないうちに、韓国は2度目の竹島海洋調査をやってのけちゃいました。もう何の言い訳もできません。思い切り確信犯です。青木理事さんはその行為に対して抗議したんでしょうかね、ちゃんとね。スタジオでなら何とでも言えるんですよ。問題は、青木さんの周りにいるね、韓国人に対して青木さんがそれをきちんと抗議して伝えたのか。テレビカメラに向かって海洋調査は違法行為だとね、大見を切ってもですね、何の意味もありませんから、ちゃんと韓国に抗議して伝えてください。それからもう一つ、日本の保守派が反発して、米国が進める日米韓の連携を邪魔してるとか言っておりますけどもね。青木さんね、あなたは常々ね、日本は米国の言いなりだ。日本のアイデンティティはどこにあるのか、本当にそれでいいのかとね、かっこいいことばっか言ってるくせに、これが韓国絡みの話になっちゃうとね、米国の言うことをちゃんと聞き、日韓関係を改善しろとは。そういうのを世間一般にね、ダブスタって言うんですよ。ほんとしょうもない人ですよね、と。それからもう一つ、聞き捨てならない話というか、マジでシャラにならん話なんですけどもね、1965年の国交正常化の時にですね、ある種、うやむにゃにしたものが今吹き出してるって言ってたじゃないですか。何ですか、それ。日韓請求権協定のことを言ってんなら、勘違いも甚だしいです。日韓請求権協定というのはですね、第二次世界大戦における強制動員などのね、これ被害保障を求める韓国に対して日本が無償3億ドル、それからね、有償2億ドルの経済協力資金を払うことで、韓国が日本に対する一切の請求権を放棄するということも、これきちんと明記しております。韓国人が個人保証を請求するというのは、それは別に構いませんが、日本側に請求するのはお門違いなんですよ。韓国政府に請求しなさいって、こんな単純明快な話をうやむやとかね、ぐにゃぐにゃにしちゃってるのは、韓国人と新韓派の一部ですよ。いっそ青木理事さんが音頭を取ってクラウドファンディングでもやってね、それを韓国に持っていき、被害者と名乗る連中に配ればいいと思います。もしくはですけれども、鳩山ルーピーファンディングでもいいんですよ。鳩山さんを口説いて、メイドまでお金は持っていけないんですからね。しこたま溜め込んだその貯金をね、韓国のそのね、被害者たちに使いませんかと、そうやって口説けばいいんです。さすがに民間のね、一個人がやることを誰も止めることはできませんから、いずれにせよ、1965年の協定の話は単純明快な話をあなた方、新韓派がね、無理やり争点を作り出して、うやむや化を図ってるだけ、いい加減な話はおやめくださいと。それからですね、三問でいい加減な話関連で言うとですね、元アイラ編集長の浜田恵子氏が昨日の番組に出演しておりまして、そこで、節電の話題に触れておりましてね、彼女曰く、2014年のエネルギー基本計画でエネルギー政策を白紙に戻すと言ったにもかかわらず、省エネへの大胆なシフトが起きなかったのが原因だと言っておりますけれども、今のこの電力不足のことをね、浜田さん、そのエネルギー政策を推し進めて、電力の自由化をしたので、新電力っていうのは勃興してね、でもその実態というのはですよ、発電設備を持たないバーチャル電力会社なんですけどもね、その新電力が勃興して、そことの競争をしなきゃということで、旧来からある電力会社が非効率な火力発電所をバンバン止めていき、発電マージンを削った結果が、今の電力不足なんです。で、さらにあなたはですね、ヨーロッパではグリーンジャイアントと言われている非常に大きな再エネ企業が生まれている中で、日本政府と電力会社は原発に固執して、再稼働すればなんとかなるって考えがあったので、大きな転換ができなかったなどと主張しておりますけれども、夕方の例えば4時から7時までの間ね、再エネ増やしたら電力が足りるんですか？太陽光で風力発電で足りない部分をカバーできるんですか？それができないから今困ってるんじゃないですか？この人多分ね、机上の計算もできないようです。あと相変わらずね、ヨーロッパの話題を出してグリーンジャイアント企業はどうだこうだと言っておりますけれども、ヨーロッパでは今続々と原発の計画がね、建設計画が進行している最中です。イギリスを筆頭に、そして最近のオランダでは2基の新型原発を建設するというふうに進んでおりますし、それからスウェーデン、ポーランド、ルーマニアではですね、最新鋭の小型原子力 SMR の導入を進めています。ちなみにこの3カ国はですね、ウクライナと非常に近いというか、まあ、ロシアと非常に近い地域柄なので、原発は攻撃対象だから危ないですっていう話ともね、矛盾してきちゃうんですよね。ですからこれ、ヨーロッパを見習いなさいっていう話であればですね、むしろ原発を進めろっていうことになっちゃうんですけどもね、と。ヒダリストってほぼ全員ね、昨年の11月の COP26 から脳内アップデートが止まってるので、話をするだけ無駄なんです。せいぜいね、お花畑に吹くそよ風で風力発電を回しててくださいと。さて、再エネといえばですね、太陽光といえば辛坊治郎ということで、前回僕は動画の中でですね、一般家庭に対して太陽光発電プラスですね、蓄電池を導入せよという辛坊さんのアイデアは、コスパが悪いから無理ですよというふうに忠告したんですが、その辛坊治郎氏が自分が炎上していることをよほど気に食わなかったということなんでしょうかね。彼のツイッターがもう完全にぶっ壊れてます。
え、あんたまだ一応キャスターやってんですから、それで大丈夫なんですかってぐらい暴言を吐きまくっておりますっていうことですね。早速その様子をご覧ください。ドンと。これはですね、7月2日の発言になりますが、日本で原発動かしたら電力不足解消と思ってる人は多いだろう。これは完全な勘違い。例えば、東電管内の稼働可能な原発を全部動かしても、東電管内の太陽光発電の最大出力に遠く及ばない。関東の人が熱中症で死なないのは太陽光パネルのおかげだ。刮目土下座して発電者に感謝すべきなのだ。すげえ。いや、あんたほんとすげえですよ。土下座して感謝しろって、もはや橋本徹とうり二つ。土下座して頭下げて中国にお願いをってね、あのセリフを思い出しちゃいますと。それからバカばかりか。もし今日太陽光パネルが出力をやめたら即東京は大停電する。事実を見ろバカども。それは例えば柏崎刈谷が前期動いていたとしてもなのだ。はい、いただきました。バカども一ついただきました。この人こんな過激なこと言って本当大丈夫なんでしょうかね。ツイッター界のインフルエンザーでもこれから目指していこうとしているんでしょうか。これキャスターという立場を勘案すれば暴言レベルだと思いますと。で、関東の諸君、今日皆さんが日中に使う電気の3分の1は太陽光で発電されている。太陽光否定派は3割電力削減してみなさい。命に気をつけてね。熱中症で死んでも俺のせいじゃないよ。こちらも完全にぶっ壊れております。賦課金を強制的に払ってる僕らがなんで削減しなきゃいけないんだよ。辛坊治郎が僕らの賦課金をね、払ってくれるなら、立て替えてくれるなら、まあそう言われても仕方がないんだけれども、ソーラーパネルで電気代が潤ってるお前こそ先に削減しろよ。もう完全に言っちゃっておりますと。で、ちなみに後からツイートを読む人は時間軸が逆転してしまうので、10個くらい前から後に向かって読んでね。それにしても熱いね。想像してみよう。太陽光パネルが今発電をやめたらどうなる？事実を知る一番の方法はただ一つ。それは想像力をフルに回転することなのだ。もう一度言うよ。今、日本中の太陽光パネルが発言している電力は、日本の稼働可能な原発全部をフル稼働しても追いつかないのですよ。ということで、もうどんだけ上から目線で太陽光を語ってるのか、わけわかめでありますよと。よっぽどこの前の炎上騒ぎは精神的に答えたんでしょうかね。太陽光発電プラス蓄電池がベストなんてね、あんなアイデア言っておりましたけども、あの後あちらこちらからですね、お前の兄さんはエリーパワーというね、蓄電システムの会社の役員をやっていて、今も相談役をやっていて、親族に画電飲水したくて辛抱たまらん欲望まみれのやつなんてね、そんなツッコミが殺到しておりましたけれども、やっぱり人って痛いところを突かれると攻撃して跳ね返そうとするんでしょうかね。その辺もまた橋本徹とそっくりなんですけども、あとね、この前辛抱さんはニュースバー橋本に出演していて、あの番組の中でもですね、再エネは本当はいいんだよ、ソーラーパネルは本当はいいんだよみたいな話をしていたんですけれども、あそこで橋本に入れ知恵されたのかな、言われて黙っているようなですね、ツイッターで連投してどんどん反論していけと。でも言っときますけども、橋本徹は嘘をついてでも勝負に勝つっていう男なのでね、自分の本心理戦で絶対負けない交渉術の中でそう書いていましたので、あんまり彼の話鵜呑みにしない方がいいと思いますし、実際今の橋本はテレビ全局降板してるじゃない、何の地雷を踏んだのか分かりませんけれどもねと。まあ一説には大阪の番組で正月特番かなんかでね、維新に偏ったね、そんな倫理違反があったとか、あるいはですね、俺は中立でどこにも属していないと言っていたのに、実はこの3月まで維新の会とね、大阪維新の会と顧問契約をしていたのがバレて、全然中立じゃないということで、ね、嘘つき野郎で干されたという噂がいろいろ方々を駆け巡っておりますけれども、なんか辛坊治郎もさ、そんな風向きになってきたなとね。しかも取ってつけたようにですね、ニュースバー橋本に出演した際に、なんで橋本さんが保守派から叩かれているのか知らんけどって言ってましたけども、何傷口舐め合ってんだよって。そんだけ太陽光大好き、そして太陽光フルプッシュの人間が上海電力のことを知らないわけないでしょうし、しかもあれ大阪ですからね、辛坊治郎のテリトリーじゃないですか。それにそもそも橋本がやばいぞって話はね、ウクライナ問題でのスタンスと、それからね、中国に土下座してでもの発言で一気に流れが変わったので、その時流というか流れを知らないというのであれば、あんたはもう速攻でニュースキャスターを辞めた方がいいと思いますし、まあおそらくはね、給油の間柄ってことでね、ソーラー絡みの炎上で傷口をペロペロとね、舐め合っただけだと思うんですけども、いやー辛坊治郎完全に終わったと思います。バカだの土下座しろ感謝しろなんてね、もう上記を逸した発言で完全に終わっておりますけども、でもワンチャンね、僕が芸能事務所のタイタンのスタッフであれば、使い物にならなくなった橋本の後釜にですね、日曜報道ザ・プライムかなんかに辛坊治郎を押し込みますけども、どうですか太田光代社長、このアイデア良くないですかってことでね。いやでも今更ね、朝の番組で辛坊治郎を見るのはね、やっぱちょっと辛いですよねって感じで、まあ二人合わせて大炎上ご愁傷様ですといったところで、今日も話が長くなりましたので、これくらいにして最後はほっこり謎かけで締めたいと思います。辛坊キャスターとかけまして、人気が落ちた理由とっときます。その心は
辛抱がないから。いやしかし辛坊さんどうしちゃったんですかね。知床漁船の沈没事故の話ではですね、ヨットマンの知見から的確な意見を述べてね、彼の YouTube は大変評判が良かったんですが、それで調子に乗ってね、今度は自宅でソーラーパネルを張ってるもんだから、その知見からいろいろ言ってみたらですね、全然違って大炎上しちゃったんでね、ムキになってるのかもしれませんが、即座に視聴者から持ち上げられて叩かれたねフィードバックが来ちゃうのがネット界の世界なので、テレビ感覚でやってると足元すくわれちゃいますよということで、本日も面白かったためになったという方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。